お疲れちゃんのスラットです。今日ですね、こちらエリポンクロスやっていきたいと思います。ってことでですね、エリポン、こいつ壊れてます。もう壊れてるどころじゃないですね、ぶっ壊れオブぶっ壊れで、もうエリポンデッキがねマルチでバカ多いんですよ。まあ、だから言っちゃうともうちょっと相性ゲー感が出てきてるよりね。なんかもうエリポン置いて相手に呪文なかったら、あ、はい、アドありがとうございました、対戦グッドゲームみたいな、まあ分かりやすく言うとですね、ほんでもそういうことがすごい多いので、もう嫌なんですよ。でこのエリポンクロスもなんか元々は LSP 型だったんですけど、アイゴレかな、そうアイゴレに変わってなんかまあより強くなったっぽいですね。これもなんかこれが相性系になるんですよ。嬉しいんですけど申し訳ない、嬉しいんだけどね。これだって1アド取れるんで、これを繰り返していくと気づいたら俺の方がなんか襟がね多くて、もうクロスも刺さって、圧着もミニピも刺さって勝てるよねっていうのが、まあ、今のこの環境なので。でバラン調整の内容がね発表されて、多分ゲーム内モードからも多分見れるんですけども、このデッキだとねウッドだけでしたね。次バランス調整で変わるのがウッドだけで、まあタワーダメージ、ちょっと下がるぐらいなんで、まあ言ったらそんな変わんない、そう誤差みたいなところもあるんで、まあ来シーズンも全然使えるかな、戦えるよねっていうのが、まあこのエリポンクロスですね。はい。で相手が高回転ロイライとか、基本的にこのデッキめっちゃ回転早いから相手サイクルに追いつけないんですよ。でどんどんこんな感じでエリポンいて壊されても、高回転で次エリポンまた起きるみたいなのがあるんですけども、相手の回転も速くてね、よいしょ、エリポンにライトニングこれ打たれていくんですね。まあまあまあ言うてちょっとだけ、ちょっとだけね、やっぱ毎回ね1アド取れるんで毎回、あ待ってこれミスった、あミスった、俺今クロスです、この圧着クロスです、僕置いたの今。まあでもいいや、圧着でも相手受けるのちょっとしんどそうだし、あ巨スケ、さあ巨スケが来た、でキョロイライトなのか、うん、ちょっとレアですね。でまあダメージ受けちゃったんですけども、まあまあまあ、さあハイスピュットで回してリポンですね。で相手のロイはミニペイプラスのスケかな、絶対あれ来るんでトリトン、さあチャキっていきたいところではあるけど、警戒して、よいしょ、いや強い、弱着衣、もう圧着衣だけで全掃除できちゃうからね、間に合うかなこれ、熱っ、そうだめっちゃ来てんなこれ、さあライトニングがね、やっぱ厄介だけど、ここは許容の、相手がライトまで打ってきた。これはすごいチャンスだな。熱いよ。で、相手がコスト絶対苦しいので、もう、アイゴレミニペで攻めちゃうんですね。アイゴレミニペの、うまい、そのスケ。圧着衣まで行ってあげてね。よいしょ。相手絶対きついですから、これ。で、一応何回用にエリポン置いて、さあ、で、あとは着衣が壊れ。いや、マジ、アドゲーですね。よしよし。で、これはもう、あと、僕、ウッドで勝てるんで。さあ、回転で回して、マイリポンゲート。いや、これ、キョロイライトなんて、普通に考えたら、どうすんのってレベルなんですけど。まあ、結局、エリポンのアドのご利用しですね。もう、エリポン強すぎて、30し、マルチマジで多い。こんなに多いのはね、マジ5年、4年ぶりぐらいかよっていう。マジ30しかいって、まあ30しかいなかった時代があったんですけど、本当それと晴れるぐらい、黄金時代来てますね。まあエリポンゲーですね。本当に。エリポンがただただ強いだけなんですけど。まあとりあえずエリポンを行ってからですね。なんかやっぱクロス立てたいってなっても、一回我慢して、エリポンこう。で、ここで、クエイク来たら、泣く。ファイボー熱い。いやもう、なんかクエイク以外だったらもう、全部アド取れるんで、ぶっちゃけ。ずるいことにね。で、ファイボー咲いたら、後ろから着衣も安心、安全。で、着衣出すと、カードサイクルぐっちゃんぐっちゃんになるんで、
いや、こういう時にクロスぶっちこいてもよかったっすよね。ムートとかね、やっぱ厄介ですからね。さあ、まあまあまあ。ここでこう壊せるだけ熱いっすからね。で、じゃあもう一回リポイントいこう。で、ホグ来てもミニペッカあるんで、みたいな。いや、熱いなぁ、もうエリポン。強すぎた。これ、アイゴレに行くか、あれ。行きそうだよな。よいしょ。さあ。完封していく。で、この迫撃は、多分、勝手に壊れそうなんで、まあ、無理せず、適当にカード回しして、エリポン。うぇーい。いや、まあ、エリポンくらげなんですよ。本当に。こういうなんかね、エリポンデッキって結局、エリポンをどれだけ粘れるかと、まあ、攻め始めるタイミング、そこさえ掴んでしまえば、誰でも使えます。まあ、エリポンが強いだけなんで。いつ置いたらいいのか分かんないとかじゃないんですよ。いや、置けばいいんですよ。置けるなら。よいしょ。簡単なんですよ。置けるなら置けばいい。ただそれだけ。で、こうやってイチャイチャしてると、絶対俺の方が有利なんだ、こんなん。相手ビビって守ってるだけで、これ。よいしょ。で、アドがマジでやばい。アドがありすぎて、逆にね、困るみたいな。で、相手がこう攻めてきたら、もうカウンターでクロスとかね、チャキればいいんですよ。まあ、チャキればいいんだけど、俺ぐらいになるともう一回置いちゃうっていう。いや、どうだろうな。マジ、ムートがね、きついんでね。ムートだけちょっと気ぃつけてね。さあ。全然通らん。うまっ、防衛。まあ、これは相手の防衛がね、うまいですよね、みたいな。まあ、ムート本当は割いたタイミングとかで攻めれると熱いんですけどね。で、一応、ホグ用に警戒して。鉄壁だ、相手が。マスケムート迫撃だもんな。結構硬いっすね。さあ、これは相手が呪文使ってきたので攻めたい。で、ここで次っすね、僕は。次のクロスを。よいしょ。いいよ。でもこういうのはね、ミニペとかで攻めてもいい。お？あ、やばい。あ、もうダメージ勝ってるんで、これ守るの大事っすね。よいしょ。守るだけだとちょっと怪しいか。いや、守れば敗北だもんな。守れば、ギリ、ギリチョンで、おぉ、耐えた。いや、でかいな、マジで。ムート、縦線マスケの、いや、結構ね、厄介な相手だったと思うんですけども、結局これも、エリポン置いて、ただただそれをね、ぶっぱしただけなんですよ。今の僕の、クロスのプレイに、PS はね、ないです。本当に。だって、ムート持ってるとことかに、クロス置いて、ただただもう、ね、端前に、急げ急げやってただけなんで、こんなん誰でも戦えますよ。さあ、で、エリポン。はい。気持ちいい。で、これで、相手が、中型スペルとか持ってないと思うね。やばいね。天国。
天国オブ天国で価値格ぐらいになりますね。でできるだけこういう低コストで回すとエリポンがすぐ回ってくるんで、今みたいなところでミニペとかを出すんじゃなくて、まあできるだけ低コストでいきたい。でまあここはさすがに、あ、俺の世界一下手くそなスケルトンを見ました。痛い。まあでも結局これは、いや、うまっ、エリポンが残ってるんでと思ったんですけど、相手のラムライダーうまいっすね。はい、まあ、ディープリか、まあ、でも関係ない。あっちゃく読みんだ、贅沢だな。なんか俺が言うかエリポンアチャクイクロスっていうガチ贅沢デッキだからな。アチャクちょっと誘導していこう。待って、全然誘導されない。消えるタイミングうまい。痛い、危ない。さあ結局ね、メガナイトラムとか来てもアイゴレミニパチックあれば守れるんで、まあ、あと相手の呪文次第みたいなところもあるんですけどね。ライトニングなのかポイズンなのかファイボなのか、まあ、メガラムなんで絶対1もあると思うんで、さあここは合わせてもいいかもな。でここに置いてライト打たれるのが一番渋いかな。あー、組んでくんのか、飛ばすか。あ、やば、全然俺の思ってる通りにできない。まあでもライトニングってことが分かった時点ででかいですね。でライトニングらしいので、よいしょ、エリポン置いてね。はい、きついよこれ相手。そろそろ攻めていっか。はい、攻め時攻め時。あんま貯めてもね暇になっちゃう。あれはさすがにしょうがないな。さあでもエリポン置いていこう。いやー、そのザップ早いなエリババ使いのザップだったな今。さあメガナイト出したい。でメガネ出したらね、ライトはさすがにそんなすぐ打てないから、オッケー。で、ここでライトに来るよねの、よいしょ、あーん間に合えばなーっちゅう話ではあるものの、言うて、これメガライト絶対踏めないから、なんかこういうね、もう、なんだろうな、アイゴレミニペ攻めみたいな、ミニペ攻めがね、結構強かったりします。でさ、着衣もスキル使っていくと、もうアドチンパンです。エリポンクロスじゃないです、エリポンアチャクイです。はい、まあ、これがね、まあ、このクロスボーデッキにもかかわらず、なんだろうな、今の関係の三子か、それこそ三子もエリポン三子じゃないんですよ、エリポンゴルナイエリババなんですよ。そう、他のデッキもですね、エリポンスパーキーとかじゃないんですよ、エリポンプラスのチャンピオンユニットご利用します。もうただただエリポン置いてるだけなんで。いや、マーティンだ、来た。CRL でメガネかけてる、高身長で奥さんもいる、マジでイケメンハイスペック野郎。あー、でもハイスペックの人もエリポンにはねかなわないんですよ、多分。わかんない、オリとライトなんで、エリシェイかな。いやー、ゴレの可能性もあるね。さあ、でも、ライトニング打った後の、幸せなエリポンよ、これ。さあ、一旦ね、コストを捨ててもらって。まあ、クロス来たら、チャキって1本切り合いのオリに行ってもいいな。あー、これいい気がすんな。4コスト空いてるんで、次の陸受け間に合わないんですよ。さあ、まあまあまあ。ちょっとダメージ稼いでもらってね。ここはね、ちょっと許容しすぎかもしれないんですけど、許容アチャクイでいきます。でここにミニピアさすがにライトニング打たれちゃうんで、おいしめのねトルネでワンチャン下げてくるかな。オリか。さあでエリポン置いて、これでもアドがやばい決めー
やばすぎるな。いい意味のね、キモさがあるよね。さあ、ここはゴーレムが間に合うと。まあでも結局ミニペでボコボコできるんだよ、これ。ボコしどくっすね。さあ、縦線蓋うまいな。え？ちょっと待って、俺のミニペバカ？どこ行ってんだ、あいつ。で、圧着いだしつつ、ライトニング来たら来たの、エリポンっすね。いや、走らせないの、うまいな。いや、マジで、殺してるだけだからな。さあ、チャキってこ、チャキってこ。で、ゴレ来ても、もう気合で溶かせばいいんで。よいしょ。ちょっともったいなかったかもしれないけど、言うて溶かせてるんで。よいしょ。いやー怖い。言うていつでもゴルナイは怖いね。でもこっからは変に守ってると勝てないから、攻め攻めどんどん。おい、さあ買ったよ今。このエリポンはどうだろうな。攻めた方が良かったか、結構際どいけど。4コスかぶんねんか。さあ、いやでも流れはね悪くないよ。これアイゴレミニペで作りながらの逆か。いやー粘られるかなマジで。溶かしたいこいつ。こいつボッコンボッコンにしてほしい。いや強っ。これ熱い。いや檻の耐えうまいな。めっちゃ耐えてくんな。うわー、このゴレはやばい。マーティン、しっかりうまいな、お前。やばい、直い。下手。あー、こうなると、逃げ切られちまうっすね。マーティン野郎。いや、エリポーン、めっちゃ頑張ったけど、これは、逆で、頑張りすぎたパターンですね。3倍タイム入ると、俺もエリクサーすごいんだけど、相手もすごいから、こうやってずっとね、粘り勝ちされて呪文削りで負けちゃうってことがあるので、まあ、相手次第によっては、置きすぎには注意よと。で、置いて、だから早めに発散させてあげないといけないね。そう、リポン分などね。ストレス溜まっちゃってるんだ、あれ。そう。溜めるのもいいんですけど、溜めて一撃どっかもいいけど、まあ、相手にもよると。まあ、刺せるときにしっかり刺しとけよっていう話ですよね。はい。が大事ですよと。はい、今のは、まあ、相手のね、タイムうまかったな。後半結構ゴリゴリ言ってたんですけど、僕も。まあでもこれはチンパンですね。僕だってハンターとか持ってたらこれで終わってますし、相手。うん、よいしょ。さあ、チンパン野郎です。ラバ掘り。これ今、一本置きたいな。ディガー使ってて、結構熱いっすね。いやー、このメガゴも美味しい。さあ、まあ、エリポン置いて、待ちですね。まあ、クロス自体は刺さるんですけど、相手の後衛のスケドラホバが、僕結構処理できないので、まあなんか、気ぃつけて関東って感じっすよね。今熱そう。かぶれ！にゃつーこのタイミングかぶるのやばいっすね。あ！
見なかったことにしてください。エリポンです。いや結局置けばいいかな、エリポンも。お気毒だかんな。これで俺らがダメージリード取ってるからね。よくわかんないよね。エリポンいてる分普通さリードされるはずなんだけど。まああとは圧着でこれ絶対しばかれるから、なんか3周ぐらいしたいな、スキル。待って、見てた、見すぎ見すぎ。よいしょ。まあこれで耐えれたらね、もう何も負けないよねって話よね。よいしょ、耐えてほしい。え、なんかがタゲ取ってる、熱っ。タゲ変わった、変わってないのか。さあ、まあホバスケドラとかも厄介だけど、そんなん知らんがな。こっちにはエリポンがあんねん、最強のエリポンがあんねん言うて。おい、そナイス。ラバフリン勝てんのはね、まあでも結局圧着いいとアイゴレとかがね強いからね。そナイス。はい、ということで、エリポンクロスですね。過去仮みたいなとこありますけども、もう本当に、エリポン強いのでね、現環境ちょっと勝てないよとか、シーズンも本当終了なので、どうにかね、取ろうとしてもいいけど、あげたいっていう覚悟がある方はね、皆さんエリポン使いましょう。ということで、まあ、シーズン終盤なんで皆さんも最後頑張りましょう。よければチャンネル、高評価もお願いします。では、お疲れ様でした。